有志会は民主党のグループ、通称平野グループ。平野博文元内閣官房長官に近い衆議院議員を中心として2010年12月14日に結成され2011年1月25日の会合において政治団体の設立の届出をしたことが報告された。その後平野は次期民主党代表選挙への出馬を検討し、 8月25日の事前説明会にも出席したが、結局代表選には出馬しなかった。第45回衆議院議員総選挙で初当選した新人議員が多く、その多くは北新会との掛け持ちであった。その一方で、平野が鳩山グループ出身であり、鳩山幸夫元内閣総理大臣、民主党最高顧問が相談役であることから、 鳩山からの一定の影響力があるとされた。同代表選後の党役員人事では、平野が国会対策委員長に就任した。12月30日の新党絆の結成にあたり、グループから小林正恵、斉藤康式、中戸厚、渡辺義彦ら4名が民主党からの離党を表明し、後に除籍された。2012年1月13日に発足した野田第一次。 改造内閣では平野が文部科学大臣に任命され松原人氏が国家公安委員会委員長消費者及び食品安全担当大臣として初入閣した6月の消費増税法案の衆院採決ではグループ若手の大半が増半し後に国民の生活が第一などへ合流したことで助籍された12月の第46回衆議院議員総選挙では 松原と奥野総一郎以外が落選し、議員グループとしては事実上消滅した。計23名。ありがとうございます。